ご覧いただきありがとうございます。商業時計店ゴーダです。よろしくお願いします。今回の動画はですね、時計の素材、こちらについてですね、ちょっとお話したいと思います。まあ、時計と一口に言えど、まあ、いろんな素材、ケース素材とかね、はい、素材による違い、特性なんかを少しお話したいなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今回もリクエストをいただいております、フォー様、ありがとうございます。腕時計を購入しようといろいろ調べておりましたとき、こちらにたどり着きました、腕時計の素材のお話をお願いできませんでしょうか。チタンやステンレス、セラミック、いろいろな素材が使われており、さらにステンレスの中にも種類があるようなので、腕時計に使用されている素材のメリットやデメリットのお話をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それではですね、まあ当店に、現時点在庫あるモデルでですね、素材の違いというところを少しお話したいなと思います。はい、それではですね、こちらにですね4本の時計を用意しました。こちらでですね、素材別の差を話したいと思います。本当はですね、懐中時計の銀無垢なんかも紹介したかったんですが、ちょっとですね今取り揃えがなかったのですいません。腕時計であるもののみ紹介させていただきます。はい、まずはじゃあオーソドックスな素材からいきましょうか。はい、こちらステンレスですね。まあ、もう最も時計に使われる素材と言ってもおかしくないんじゃないでしょうかね。ステンレスシチール、まあ、ステンはサビなのです。はい、サビに強い素材として、まあ、サビないとも訳すると書いてるんですが、まあ、サビないことはないです。やっぱり劣化というか保存方法によってはですね、いずれ錆びたりしちゃうんですけれども、このステンレスの中でもですね、こちらはビクトリノックスなので、ツールナイフが有名なブランドなんですけれども、こちらですね、ツールナイフのステンレスをそのまま時計に流用している、いわゆるかなり素材的にも十分な経験を積んだブランドが作っている時計ですので、かなりずっしりとした重みがあります。ちなみにステンレスですね、よく安物の時計なんかでステンレスなんて書いているものもあったりしますが、実際こういうのと持ち比べてみるとですね、全然重さが違ったりします。それはなぜかというと、こちら手術用に使う、いわばメスとかに使う素材ですね、まあ、このナイフなんかもそうなんですけれども、316スティールと言いまして、特徴的なものはステンレス、まあ、メスとかですね、そういうステンレスっていうのは人体の手術に使いますよね。ということは、手術に使っても人体に影響はない素材とされています。なので一番人の肌にも優しいと言いますか、問題がない素材とされているので、こちらが多く使われているのではないでしょうか。まあ、だからそのちょっと316スティール以外ですとですね、ちょっと脆かったりします。まあ十分頑丈なんでね、時計の素材として一番使われるのがわからないもないです。こういうふうにちょっとヘアライン、まあ、このフォルティスなんかもそうですね、はい、ヘアライン仕上げとかですね、まあ、この PVD メッキをかけているものなんかもあったりします。これなんか鏡面になってますね。はい、これがステンレス、まあ、ずっしり重くて一番使われることが多い、まあ、出番が多いですね。はい、ではお次、こちらテンデンですけれども、はい、プラスチックですね。まあ、これなんかもうもろに分かりやすい樹脂なんですけれども、特徴としましてはですね、軽いです。軽いので億劫じゃないと言いますか、つけ心地はですね、あまりつけてない時と差がほとんどありません。すんごく軽く感じます。でやっぱりその特にこう冬場なんかね、まあ、これ裏蓋はちょっと金属なんですけれども、あんまりひんやり感がないと言いますか、装着の時に違和感がないのがプラスチックの特徴じゃないでしょうか。ただし、やはりですね、ステンレスと比べると傷はつきやすくなります。なのでまあ、軽くて、あんまりこう、気兼ねなくつけると言いますかね、重さを感じたくないという方でしたら、このプラスチックや樹脂っていうのは、ケースはおすすめではないでしょうか。はい、お次がチタン。こちらですね、当店でも人気の MTM、
もうですね、今多分国内で新品取り扱っているのは商業だけだと思います。まあ、チタンはですね、あのステンレスと比べるとちょっと色がですね、こちらは少し曇った感じのような色合いになってますけれども、それが特徴的ですが、まあ、何よりですね、よくあの素材的に強いとか言われてるんですけども、十分小傷は入るんですね。小傷は入りますが軽いです。本当こうこれなんてね、あのステンレスバージョンとこのチタンバージョンと2種類あるんですけども、ステンレスの方はもう本当に見た目通りずっしりなんですが、これ見た目より全然軽いんです。こう重みをあまり感じないと言いますかね。で、まあ、あと頑丈とも言われてますので、ちょっとステンレスよりは少しお高い素材になってます。当店であの懐中時計の刻印なんかするんですけれども、刻印業者さんなんかに聞くとですね、やはりこのステンレスと違ってチタンっていうのは刻印がしづらいので、ちょっと料金的にもお高くなってます。はい、まあけどね、あのこちらも先ほどのプラスチックほどではないんですけども、重さもそんなに気にならずに、いろいろも、まあ、重みも感じずにもつけやすいのか ではないかなと思います。はい、でお次、こちらはですね、このめったにない素材といいますか、はい、こちらブロンズです。ちょっとですね、本当はご紹介したかったのがですね、ボストークヨーロッパの、はい、あのゴツゴツした時計なんかでも、ブロンズのタイプあるので、あっちも かなり重みがあるんですが、まあ、このブロンズもですね、ずっしりとした重みがあります。で、あの今はこんな新品状態ですので、こんな感じで綺麗ですけども、将来的に10円と一緒ですね、ブロンズなので、ちょっと緑がかったような色合いに変化していきます。これもですね、あのオーナーの持ち方次第ですので、傷が入ればもちろん下地の色も出ますし、あまりこうなんて外に触れてないところですと色合いも変化が少ないのではないかなと。なので、結構オーナーの付け方が反映される時計ではないかと言えますね。まあこのオリスなんかもね、ダイバーズ65なんかも前ブロンズ仕様が出てましたけども、今回ですね、初めてちょっとブロンズの色とこの文字盤の色が僕の中レトロでかっこいいということで、一本展示会で仕入れてきました。はい、あの経年変化が楽しみですね。ちなみに早速ですけども、ビジョウがちょっと変色してます。これ別に何かぶつけたわけでもないんですけどね、ちょっとした変化がすぐ時計に反映されるのもこのブロンズの特徴ではないでしょうか。ただしやはりですね、ずっしりと重いです、ブロンズだけに。なので軽さを求めたりとか、そういう機能性を求めるのであれば、ブロンズは避けた方がいいかもしれません。あくまでもエイジングを楽しめる、自分だけの顔に育てていける楽しみがあるのはブロンズの魅力ではないでしょうかね。はい、といった感じですね。ちなみにこのステンレスでもね、私もそういうところフォルティスを愛用してますが、以前取り扱っていたブランドでですね、ステンレスのブレスがあったんですが、やっぱりちょっとですね、この延長ピースのところなんかがかなりチャチかったものなんかも実際あります。まあ、それはあまりブレスを押しにしてなかった時計といえばそうなんですけども、ちょっとなんかね、あのカラカラカラっとなんかすごく乾いたような音がしてましたね。やっぱそこはね、多分頑張れば手で曲がるんじゃないかなと思うぐらいペラペラでしたが、はい、このフォルティスなんかはしっかり強いです。ビクトリもビクトリノックスもしっかりですね。いかがでしょうか。まあ、時計のね、素材によってもですね、時計の素材といいますか、時計といいましても素材によって全然質感や重さで、やっぱり耐久性など全然変わってきます。で、まあ、あのエイジングを楽しむのであれば銀とかですね、あ、そうや、やっぱ紹介してなかったんですけれども、オリスのダイバーズなんかも、ベゼルがセラミックであったりします。セラミックはやっぱり傷がつきにくいのも特徴なので、ただしちょっとお高い時計になりますので、あの全体がセラミックですと。以前なんかラドーでそういうのもありましたけど、やはり結構高かったですね。まあ、そういう時計なんかもありますので、あのエイジングを少なくしたければ硬い素材で、エイジングを楽しみたければその銀とか、プラチナ、金、そうですね、ブロンズなど、こういう素材を選んでみてはいかがでしょうか。はい、またですね、あの他の種類もありましたら、ぜひこの動画に紹介させていただきます。
はい、それでは本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございます。次回の動画はですね、皆さんお待ちかね、まあ、いろいろお声もいただいておりますが、ビクトリノックスイノックスの機械式についてご紹介したいと思います。よろしくお願いします。